皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回はね、ためにならない研究所ということで、ジャパンカップ2019が、まあ、本当にね早いのかどうかとか、まあ、ちょっと調べてみたいなと思います。今回はジャパンカップ2019、そしてね2018、そしてさらにはですね、無印の、ハイパーダッシュ、この3つを使ってですね、どれが一番早いのかっていうのをね調べていきたいんですけれども、今回はね回転数に合わせました。一応ね、回転数が同じモーターを今回用意いたしまして、すべて28000のハイパーダッシュを今回使用しております。そして一応ですね、その回転数が気になる方は前回の動画でですね、シロクが持ってきているあの入れ物の中のねモーター、どの位置が、まあ、どういう回転なのかっていうのをね前の動画で知ることができますので、そちらの方もねぜひご確認いただければなと思います。一応ね、数値はすべて28000で統一しております。ただね、消費電力とかはね今回合わせなかったので、まあ、そこら辺がどう響くのかといったところですね。ブレーキは結構緩めで、まあ、セッティングを変えないで行ってみようかなと思います。まずはこちらね、2019年のハイパーダッシュから。スタートダッシュはかなりいいんですけど、どうでしょうか。ならね、ちょっと飛距離に少し余裕があるかなといったような感じなんですけれども、やっぱりこのバンクゾーンね、伸びがないですね。うん、やっぱりね、アケポンの悪いところって、この別に加速はそんな悪くないんですよ。やっぱりこの伸びがないことによって、全体の方その平面速度っていうのはかなり落ちてきちゃうのかなといったような印象はあるんですけれども、結構いい走りでね、最初の2019年がゴールしそうですね。タイムはどうだ。タイムは遅い、 31.67。 はい、ということで続きまして2018年ですね、こちらのモーターを使ってみたいと思います。スタート、スタートは一緒ぐらいだけど、おっと、奥でコースアウトをするっていうことは、多少の伸びがこっちの方があるのかな。では怪しい展開。ただね、セッティングが変えられないんですよね。セッティングを変えちゃうと、もうそれはもう検証にならなくなるので、ここはね、なんとしても入るまでちょっとやってみたいところではあるんですけれども、これはちょっとね、声も気合の声入ってるんですけども、気合の声がね続くのもここまでということでね、もうちょっとあまりにも入らないので、充電しないでね、同じ電池で行ってみました。どんな感じになるのか。さあ、電圧が落ちたことによりね、単純に飛距離は落ちますからね。ただね、加速とこのバンクのゾーンね、さっきと違って少し伸びがありますね。同じ回転数でもやっぱりね、一番はね、トルクの違いから来るそのトップスピードみたいなのありますんで、ここら辺の変化ですよね。ここら辺の変化が一体どういう風に出るかっていうところなんですけれども、無事これはゴールしそうですね。さあ、新しいタイムが出ます。先ほどの2019よりも電圧が低い状態で1秒以上速い。さあ、このまま負けてしまうのか、ジャパンカップ2019最新モーターは旧モーターより遅いのか。さあ、無印モーターがやってまいりました。さあ、トルクフルな走りではあったんですけれども、今コースアウトしたように見えましたが、復帰しましたね。ただですよ、ただこの速度感分かりますか。そう、伸びがね明らかに違う。このバンクのところとかさ、全然速度違うんですよね。こっちの方が速く見えるんですが、何回もペラってるので、タイムがどうか。はい、それでも2019より速い、 31.52。 一応ね、まあ、ちゃんとしたデータも欲しいので、同じ電池でね、とりあえずもう1回走らせてみたいと思います。まあ、同じ電池だったらね、さっきの30.何ぼいくつっていうのがね、まあ、かなりいいタイムなんですけれども、さあどうなんでしょうか。これがね、台形とかだったらもっと結果も変わってくるかもしれないんだけどね。ちょっとこれ用のマシンを作るっていうのもね、またなんか変な話ではありますからね。さあ、飛距離はかなり落ち着いたように見えますが、今回は綺麗に完走しました。さあ、先ほどのタイムはもちろん超えて 31.24 ということで、一応優勝はですね、ジャパンカップ2018でした。やっぱ去年のモーター早かったもんな。でね、その後ですね、もう一回ね、無印走らせてみたら、もうどんどんなんか速くなっていってる感じ、これ分かります。どんどん速度が上がっていって、全然入る気なくなってきたんで終了と。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。5分動画でね、まあ、今回やるべきじゃないなって思った。自分で編集しながらすごい思ったもん。これね、5分動画だって思ってね、今回撮影してきたんで、まあ、ちょっとね、まあ、突っ込めなかった部分っていうのはあるんだけど、これね、ちゃんと10分20分かけてでもモーター鳴らしとか、まあ、モーターの選別とか、まあ、今回のモーターが速い、前回のモーターの方が速いっていうのをきっちりやっていかないといけないね。まあ、今ね、ちょっとね、今回この編集してすごく思ったから、
モーター動画、まあ、必ず続編やりますんで、そちらの方もねぜひ楽しみにしておいてください。今回のこの結果、まあ非常にね納得いかないよね。納得いかないし、なんか闇を見たような気がするし、まあ、今回ねエンドベルの色がちょっと変わって明るい色になってきてるから、まあ、その影響もあるのかなって思うところありますんで、まあ、今回はまあこの辺にしておいてください。一応ね5分以内に終わるということで、今回はこちらで終わらせていただきたいと思います。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。